なんか始まってしまった。お客さん？あれ？あ、え、気のせいかな？この人ミステリー小説の、いや、違うかな？片桐さんでしたっけ？と、顔同じやけど別人パターンが？知的そうな男性、A、古文書に書かれた文字の読解が難しくて、こんな言語見たことがないのです。そうか。井山さん、その人は？こないだ話してた古文書の持ち主だよ。大学の先生なんだ。ああ、知らない人か。ああ、確か一緒に千薬の古文書を研究しているっていう。江ノ島文化大学民族学部の吉川達臣と申します。ああ、片桐さんとは別の人やった。まあ、よくよく比べてみたら別人なんかな。顔も。ちょっと勘違いしちゃった。矢上です。探偵の矢上隆之です。吉川さんも千薬の古文書を持っているんですか？実家に代々伝わるものでしてね。その昔、私の先祖が行き倒れた山の民を助けた際にお礼にもらったそうなんです。見たこともない言語で書かれていたので、今まで誰も読めなかったのですが、最近井山さんのことを知ったんです。私の持つものとよく似た文献を持っていて、かなり研究されているとか。ああ、だから一緒に研究しようって吉川さんに持ちかけられたってわけだ。なるほど、そういう流れで。そういうことでしたか。文献の読解は進んでるんですか？いえ、解読は難航しています。私の持っている文献に書かれた文字と井山さんの持つ文献の文字も微妙に違っていたりして、非常に厄介で。様々な言語に関わってきましたが、こんな言語は見たことがない。ほんまに独自言語なんや。まるで異世界の言葉のようでさえあります。異世界の、それは興味深いですね。矢上さん、あんたには素材集めを頼んだよな。あれも研究の一環なんだ。よもぎが？素材を集めて吉川さんの古文書に書かれた千薬を実際に作ってみれば、文献を読み解けるかもしれねえんだとよ。それってそうなん？どういうことですか？文献に書かれた文字は解読困難なのですが、文献には千薬を作るのに必要な素材の絵も書かれてるんです。現実には存在しないような植物などが書かれているのですが、井山さんにはそれが何を示すのか経験的にわかるそうで、よもぎもあったってこと？ああ、何十年も散々見てきたからな。この辺じゃ手に入りにくいもんもあるが、使えそうな代用品の見当はつく。見当つくんや。ということはですよ、それらの素材を集めて千薬を作り、その効果を確かめてみればいい。実際に発言した効果と文献の文字列を対応させれば、そこに書かれた文字の意味もわかるはずでしょう。なるほどね。なるほど、確かに。こうして次々に文字を読み解いていけば、古文書全体を読み解くことも不可能ではありません。しかし地道ですね。千薬いちいち作らなあかんのか。そして古文書にはもしかしたら井山さんの祖先に関することが書かれているかもしれないんです。ああ、ずっと俺が追い求めてきた出自のことがな。現代科学をも超越した不思議な戦略を作る一族、天狗の末裔とかだったら面白いですよね。まあ天狗なんてもんがいやーなー、いやー、あながちなー。矢上さん、だからあんたには期待しているんだ。頼むぜ。ええ、協力させてください。助かるぜ。じゃあ早速で悪いが、今度はバラを持ってきてくれないか。バラですね、わかりました。お花屋さんがあるのは北側の公園にね。龍が如くセブンではお花屋さんありましたけど。ということで公園まで行ってバラを買ってきました。お、八神さん素材を持ってきてくれたのか。持ってきましたよ。バラ一本ってよかった？井山さん、依頼されていた素材集まりましたよ。お、こりゃありがてえ。これで古文書の研究が進むよ。あ、で、千薬のレシピもらうだけか。あー、どうも。早速作ってみます。また新しいレシピがわかるかもしれねえ。それと次に必要な素材はもう、あ、次はニンニク。ほんまにお使いやな。ドラゴンカート廃業してる。
未来館、ドラゴンカート、しかも船未来館も閉まってるし、貸し店舗になっちゃってる。今ポケサーファイターどうしてんねやろ。いや結局な、ニンニクさ、ここに野菜屋さんがあることに気がついて、またここの公園にやってきたんですけど、お花屋さんはねここにあるんですけど、ドラゴンカートないわ。とりあえずニンニクを渡し、レシピをもらい、錬戦術。ところでその後研究はどうです？ああ、まあぼちぼち。あ、この間来てた吉川先生がいただろう、大学教授の。八神さんのおかげでいろいろ読み解けそうだと喜んでたよ。そうか、井山さんの執事がいよいよわかるかもしれません。わかるとこまで行くかな。吉川先生によりゃあと少し。ほんま？だから八神さん、引き続き素材集め頼むぜ。まだあるか。でも助かるぜ。次に必要な素材はもう分かってる。今度は四つ葉のクローバーを持ってきてくれないか。四つ葉のクローバー持ってへんかったっけ。あ、よもぎの下にあったか。そう、なんか見た見たって思った。持ってる持ってる。井山さん、依頼されていた素材を持ってきましたよ。終わりか。なんかちょっと画角が違うぞ。お、八神さんありがとな。こいつはお礼のレシピだ。天武術の戦略。お、吉川さん、井山さん、例の古文書解読に成功しました。今四つ葉のクローバー渡したのに。え、なんだって。それで何が書かれていたんだ。え、何？にわかには信じがたいことが書かれていました。この文献に書かれていることがもしも本当なら、どうやらあなたの一族は遥か古代に海を渡ってきた奉仕、文字通り千人の末裔、漢字が自信ない、末裔のようです。調べました。千人の、代々戦略を研究してきた一族だそうで、何らかの理由があって日本に渡ってきたようです。そしてこの国に流れ着いた彼らは当時の土地の豪族にその力を認められ、一時期は仕えていたそうです。彼らは土地の人々の病を治癒し、時には外敵を退ける力を与え、おかげで何不自由ない暮らしを送っていたと書かれています。そうか、海の向こうからと。そんな豊かな暮らしを送っていた彼らですが、ある時期から山に身を隠すようになったそうです。それはどうしてですか。彼らの不思議な力に目をつけた土地の権力者がその力を利用して領土を拡大しようと目論んだからです。戦争に利用しようとしたってことか。まあ今もこの力ガチガチに見つかったらめっちゃ狙われると思うからな、国レベルで。どんな怪我も治癒し、強大な力を与える戦略は使いようによっては大きな武力になり得ますからね。力を利用されることを嫌った一族は土地から逃げ出し、以来住処を定めることなく山を放浪する民になったそうです。そこまで読み解けました、すごいな。古文書の言語はある種の暗号で、節度のない者たちに利用されることを嫌ってそのような記述を選んだようです。でも吉川先生が全て読み解いてしまったわけですね。なるほど、なるほど。それじゃあ井山さんはその山の民の末裔かもしれないと。へっ、後世の暮らしを捨てて山の民にね、さすがは俺のご先祖様だぜ。まんまは似たようなことしてますもんね。その気持ちはよくわからん。そういえば井山さんも戦略をビジネスに利用されることを嫌がってたな。吉川さん、その文献に書かれていることは史実なんですか、それとも伝説の類なのでしょうか。そのことですが、井山さん、これだけは研究者として言わせていただかなければなりません。
あー、現時点でこの古文書に書かれていることは一族に長く語り継がれてきた伝説に過ぎません。でも戦役は本物ですからね。伝承を裏付ける歴史的な資料があるわけではないので、ですので研究者としてはここに書かれた伝説を史実として認めるわけにはいかないのです。え、でもレシピが本物じゃないですか。あ、まあでも吉川さんが持ってる文献にはレシピも書いてあったんですよね。え、じゃあだいぶ信憑性高いんじゃないです、吉川。つまり世界各地に伝わる伝説や神話のように後世の解釈や創作が混じっている可能性があると。あー、まあ混じる、本当の話に確かになんかいろいろ混じってる可能性はあるか。昔話や伝説はそういったたちのもの、性質のものですからね。元になった事実はあるのかもしれませんが、そうか、まあそうかもしれねえ。だがな、吉川先生、少なくとも俺のご先祖様はその伝承を真実だと信じて受け継いできたんだ。まあそうでしょうね。それを俺がこうして正しく受け継ぐことができた。でも山の中に転がしておくしかなかった理由は何なんやろな。子供の井山さんを、その文献を握らせて何があったんやろ。俺にはそのことが、そのことだけでもとても価値のあることだって思えるんだ。なるほど、確かにそうかもしれません。民族や共同体のアイデンティティとは共通する伝承の上に築かれていくものです。伝説といえどそれを知り受け継いでいくことは大事なことなのかもしれません。おかげさまでよ。なんつうかな、ふわふわと足元の定まらなかった俺の人生に一つ土台みたいなもんができた気がするよ。あ、井山さんがそう思うなら、もうやったかい、もう 100% ありましたね。井山さん、文献には信州のとある山中にあなたたち一族の秘密の墓地が残されていると書かれていました。もう吉川さんは全てを解き明かしたんですね。まだわかんないこともあるんですっていう、もう段階はゼロに等しい感じやな。すごいな。もしよろしかったら見に行きませんか。ん、俺の祖先の墓が。ご先祖さん喜ぶと思いますよ。祖先から変わらず戦役の道を探求する井山さんのことを知ったら。そうだな、こっちの店の経営が落ち着いたらお参りするのもいいかもしれねえ。一旦別にお店畳んだっていいじゃないですか。お休み、畳むんじゃなくてお休みしたって。一回行ってきたらいいの。ちょっと落ち着いてからにする。八神さん、ありがとう。あんたのおかげでようやく俺は自分の起源を知ることができたぜ。ええ、お力になれて幸いです。ついついなんか井山さん絡みはまあやらんでいっかって思ってたのに、なんかやっちゃった。しかも結構時間取っちゃいましたね。井山さんにはちょっと失礼な物言いかもしれへんけど。はー、なるほど。まあ井山さんがどんな人か、いやでも分かったようで結局分からんかったな。結局不思議な人たち、不思議な力を持つ人たちのご先祖様、不思議な力を、ぐちゃぐちゃになっちゃった。結局不思議な一族だったっぽい、海の向こうから来たっぽい。でもそれは伝説の範疇であって事実かどうかはまだわかんない。あんまり解決したようでしてない気もするけど、井山さんが満足そうやったからいいんですよね。で、あ、これだ。で、どうしよっかな。メインストーリーとしては、つくも氏のところに、戻るんですよね。ただ、いろいろ出てるし、ここでさ、スマホで依頼確認もできるんですけど、ちょっとさっきチラッと見たらさ、ここにライアンの名前あったりするんですよ。ライアンからの依頼が、しかもこれカムロ町なんですよね。M サイドカフェってカムロ町ですもんね。あ、まあ、書いてあるわ。カムロ町で忍術教室を開校したとか言ってて。こっちは知らない人、ジョー小池さんから。でも報酬が10万円で結構魅力的。あ、場所、これは夜の横浜なんですね。
幻のやラーメン屋台、まあ、これもあったりで、この2つがマップに出てたりもするんですかね。まあライアンはカムロ町ですけど、ちょっとすぐそこのサブストーリーだけ触れてみちゃおうかな。ここ、このパスタランチのところ、この上かな、下、場所はこの辺。あ、あ、あれ、田代くんやん。え、え、た、あ、田代くんのそっくりさんじゃなくて田代くんですよね。あ、あれ、でも、あ、いや、知らん人か。田代くんとお揃いのジャージ着てるだけ。よ、お兄さん、ちょっと遊んでいかないか。ん、あ、やっぱり、あれ、田代くんじゃないか。え、や、ヤガミ、なんでお前、ほんまみんな偉人町来るな。カムロ町に居場所なくなった。やっぱりな、解散しちゃったもんな、登場会。松金組もその波を受けて。元登場会系松金組の田代くん、久しぶりだな。思い出すシーン、そこなんかわいそうやからやめてあげてよ。まあ、ヤガミさんにとっても印象的なシーンはここになっちゃうか。自称登場会のファッションリーダー。3年前は訳あって、そんな彼の自慢の服を追いはぎしたんだった。訳あってね。だけどなんだかんだあって仲良くなって、俺がピンチの時には助けてもらったんだ。あ、そっか、田代くんこの時のメンバーにいましたっけ。ちょっと記憶薄れてるわ。あ、そっか、じゃあだいぶ仲いい方の一人や。どうしたん、八神、お前どうして偉人町に。よ、こっちのセリフよ。探偵の仕事だよ。田代くんこそ何やってるんだ。キャッチのバイト。あ、登場会が解散して仕事がなくなったから大変だな。ちゃんとなんか後釜用意するみたいなことを大悟くん言ってましたよね。なんかこうチンピラたちが、チンピラっていうかヤクザたちが溢れちゃうから、そこをこうちゃんとすくい上げるような組織作るんやみたいな話してた気がするんですけど、こぼれてるやん。なめんなよ。なになに、バカ野郎、とっくに再就職してら、ちゃんとちゃんとしたとこ。実は俺今イベント会社で働いているんだ。コンサートとか催し物とかいろいろ企画してるぜ。企画する側、まあ企画してそれを成功させるための足として働いてんのかな。さすがに企画をする人そのものじゃないですよね。へー、へえ、イベント会社で、君派手なイベントとか好きそうだもんな。おう、ああ、俺はヤクザよりエンターテイナーの方が向いていたらしい。今じゃ、すごい、花開いてる、プロデューサーなんだぜ。今日もこの田代様プロデュースの新イベント。そうか、え、じゃあ企画する側か、本番にプロデュース側。え、 VR サロンパラダイスの様子を見に来てたんだよ。何？VR サロンといえばもうスゴロクしか出てきませんけれど。プロデューサーか、出世したな。その VR サロンっていうのはどんなイベントなの？スゴロクではないんかな。いや、スゴロクなんかい。仮想空間の偉人町でスゴロクを遊べる体感型のアトラクションだぜ。カムロ町にもあったろ。ああ、そういえばカムロ町の VR サロンの場所は逆にどうなってんの今。なんかセブンじゃ VR サロンじゃなかったよな、確か。ああ、ヘッドセットをつけてゲーム世界に入れるやつだよな。カムロ町のは遊んだことがあるよ。だったら話が早い。あれが偉人町でリニューアルしたんだ。あー、またって言ったらあれやけど、またしのぎはスゴロクになるか。え、フリーパスどうやって取るんやろう。ジャッジアイズのスゴロクフリーパスはもう苦行でしたからね。苦行って言っちゃうとちょっと申し訳ないんですけど、作ってくれた方にゲームをね。田代様プロデュースで面白さも倍増。今回は、え、一人で遊ぶんじゃねえ。え、スゴロクは慣れてきたらちょっと作業感が出てくるあれでしたけど、ちょっと変わってそんなことなくなってる。なんと今回は AI の対戦相手がいて競争できるんだぜ。あー、楽しそうでもありめんどくさそうでもある。
って言ったらあれかな。でも素直にそう思っちゃったへえ、競争相手のいるスゴロクか。確かにそりゃ盛り上がりそうだな。まあ、本来スゴロクってそういうもんですもんね。一人でやるもんじゃない。会場はそこのビルの地下1階だ。遊んでいけよ。ヤガミなら初回無料で遊ばせてやるよ。え、ありがとう。マジで無料？マジで？それじゃあ遊んでみようかな。お、待ってるぜ。 VR サロンパラダイス。でも初回無料ってことは2回目からはお金を取るってこと？前のね、VR スゴロクはお金じゃなくてプレイチケットっていうものが必要で、金がいくらあってもできひんかったけど。ヤガミ、会場はそこのビルの地下1階だ。遊んでいけよ。そこのビルってここのビル？一番ホールディングスの隣のビル。うん、あ、ほんまや、あった。さっきそこのカフェでちょっと体力回復をしたんですけど、こっちにあったとは。え、行ってみる？行ってみちゃおう。一回はちょっと動画で見せておこうかな。もしかしたら大事なしのぎになるかもしれないんでね。まあまあ2回目以降とかもう後々は見せないと思うんですが、このしのぎでこれから稼いでいきますよっていうのを一応ね、一応紹介ね。こんにちは。おお、トシロくん、いらっしゃいませ。お客様、私は受付担当の六角彩と申します。ん？あれ、君カモロ町の、え、嘘、うち全然気づかんかった。そこは八神さん覚えてるんや。あれ、君、カムロ町の VR スゴロクでも受付してたよね。まあ、言われてみれば、そのくらいの髪型やったような気はするけど、顔は覚えてないな。はい、八神様ですよね。よく遊んでくれたので覚えています。あ、フリーパスでガンガン回しましたもんね。なんだよ、あやちゃんと知り合いだったのか。スゴロクの受付で六角とかマジ面白いよな。確かにな。ええ、面接ではその話で盛り上がって合格しました。ヤガミ、で、ヤガミ遊んでいくんだろ。ああ、あ、スゴロクでライバルに勝っちゃいいんだよな。どういうシステムに変わってんねや。おう、 AI のライバルキャラにはいろいろ用意されてる。 CG で作った面白キャラだよ。敵のアイデアとかあやちゃんにもいろいろ出して、あやちゃんもいろいろ出してくれたんだぜ。はい、楽しんでください。どんな風に進化してるんやろ。よし。あ、音楽は一緒ですね。ゲームスタートだ。コロニャンは？コロニャンは人気っぽいから継続で登場してくれるかな。あ、でも舞台は偉人町や海猫ザール。あ、で、まあまあ別になんとかなるかな。あ、コロニャン陽気たの。わしはこの VR スゴロクを仕切っとるコロニャンというもんじゃ。いやいや、もう自己紹介不要なくらいの間柄ですよ。本来生粋の広島男児での、今はここで愛されるゆるキャラににゃるべく修行中の身なんよ。ま、これからよろしく頼むわ、あんちゃん。ほいじゃの、早速ゲームの説明に入るわ。この VR スゴロクの基本的なルールは2つ。 1. 罰でサイコロを振って回転中にもう一度罰でストップする。で、ライバルより先、あー、なるほど、チンタラしてたらあかんってことね。ライバルはあんちゃんと同じくサイコロを振って進む系の。ライバルがゴールした時点でゲームは終わりやからの。うん、とりあえず、あ、じゃあもうゴールを目指すべきなんですね。すーごーい、めっちゃ時間かかっちゃったまあ多分がっつりカットしてると思いますけど、まあまあミニゲームに、あの、よじ登っていくような今回独自のゲームが追加されてたりしたけど、まあやることは前作とそこまで変わんないかな。まあでも稼げますね、やっぱり。やったー、今7万円増えるのはだいぶ嬉しい。うん、え、こんなに？やったー。いや、稼げるな、やっぱスゴロク。いや、
んとゲームの中で使えるスキルが解放。あれ、え、そんなこともあるの。よし、いいね。いやー、問題はプレイすんのにいくらかかるんやろ。初回無料って言ってくれてたけど。田代くん20万円ももらっちゃったよ。いいの？おお、どうだった？いやー、稼がせてもらいました。大丈夫です、経営。おお、ああ、楽しませてもらったよ。これビジネスとしてどう成り立ってんの、このスゴロクは。ほんまに田代くんはあくまでプロデュースやとは思うねんけどさ。だろう、だけどな、おかしいんだよな、客の入りがいまいちでさ。え、こんなに稼げるのに。へー、へー、そうなのか。プロデューサー目線で言うとキャラが弱いと思うんだよな。え、コロニャンのってこと？もっとこう強烈な個性のあるライバルキャラが出てくれば。ほら、ゲームってそういうもんだろ。キャラの立ってる悪役が出てくると盛り上がるじゃん。試しに田代くんがそれやってみたらいいんちゃうの。見た目だけのインパクトは結構あるよ。まあな。まあわかる。へへ、で、実は今ちょっと考えてることがあってな。敏腕プロデューサー田代くんの腕の見せどころよ。ほう、次来る時くらいにはちょっとパワーアップしてるかもしれないぜ。わかった。そうか、まあ気が向いた時にまた顔出してみるよ。あー、いや、でもこれでしのぎが見つかりましたね。もうお金に困ることはそうはなさそう。困ったら来ればいいし。いや、でも何が必要なんや、参加するのに。いらっしゃいませ。うん、第9がプレイできます。コースとルールを選んでくだ、あ、プレイパスって言ってる。あれ、プレイパスって、そうですよね、持ってないと思う。うん、プレイパスが足らないようです。ご利用にはプレイパスが必要です。街中にある施設の景品等でゲットできますよ。やっぱりいるんですね。っていうことはフリーパスもどこかに存在するわけだ。ははーん、それはどういうあれで手に入るんですか。田代くんに聞いたりしたらわかんのかな。このドアは開かない。はーん、なるほど。いや、すみませんね、結局今回パート11、井山さんと田代くんで終わっちゃったかも。あ、いや、メインストーリーもやるわ、やったわ。そうや、もうメインストーリーやったことが遠い昔のように感じられてしまってて、すいません。もう録画時間が1時間半になっちゃってて。あー、そっかー。いや、でもな、もうちょっとやりたいな。もうちょっとやりたくなっちゃったな。いやー、でももう1時間半やってるしな。どうしようかな。あ、これドローンレース絡みのか。あ、ドローンレースの紹介のサイドケースかな。触っとくか。もしかしたら、ここで触っといて、じゃあ進めときますっていうことで動画外で、やることになるかもしれへんし。あ、あれ？でも、あれ？これ田代くん出た？いるやん、田代くん。なんか、アイデアが形になった？VR スゴロク遊んでいかないか。前に言ってたパワーアップを実装したんだ。そんなこと言ってたな。客足増やすための施策だっけ。何が変わったんだ。ま、立ち話もなんだ。とりあえず会場に来てみろ。わかった。わかった。族か。いや、でも、うーん、見とくか。いや、もしかしたらね、ちょっとこれに視聴者さんを付き合わせるのは酷なのかもしれないですけど、裏でやっといてもいいレベルのあれなのかもしれないかもってちょっと思いながらも、もうここまで来たら付き合ってください何が進化したんやろう。まだな、田代くんなのがいい。田代くんじゃなかったらカットしてたかもなで、何が変わったって。あ、八神さんまた遊びに来てくれたんですね。ああ、うん、なんかパワーアップしたって聞いたから。でもパス持ってないんですよ。まだ馴染みで一回やらせてくれる。前にも話してたろ、人気出すにはやっぱ魅力的な敵キャラを出さなきゃって。うん、さっきやった時ぶっちゃけ AI キャラいらんのちゃうんって思っちゃった別にあんまり張り合いもなかったし、こ、
なんならちょっと前作の方がテンポ良かったまである。全部自分のターンやからさ。で、いい敵キャラができたのか。ああ、バチッとキャラの立ったライバルがたくさんできたぜ。おかげで客足も増えて大繁盛。もう大繁盛してんの。早速ユーザー人気の出てる、ユーザー人気の出てるキャラもいるんだ。へえ。じゃあキャラクタープロデュースまでしたってこと。そういえば今日は前より客が多いな。ほんま？前と変わらんように感じてたけど。ヤガミよ、新しいライバルの中にはびっくりするようなやつもいるぜ。ここでびっくりするのは、そうやな、変態三重士とか出てきたらびっくりするけど、そんな犯罪者たちは使わへんか。インパクトはすごいですけどね、敵キャラとして。びっくりするようなやつ？くぐく、お前のよく知ってる？変態三重士？それって俺の知ってる連中ってどういうことだよ。いやー、それがさ、いいキャラ作ってもらおうと思って外部デザイナーとかに話したんだけど、単価が高えんだよ。あ、そこ使ってないってことじゃ。とてもじゃねえが、新キャラ何体もデザインしてもらう金はねえ。まあな、プレイしてもらうだけで一人の客あたりに20万円ぐらい出ていくんですもんね。そこで俺の名案だ。キャラの立った知り合いの写真。何？八神探偵事務所の面々ってこと？まあ、例え、海藤さんとか。ってこと？星野くんとか。いや、星野くんとは敵キャラとして立たへんか。いい人オーラ出てるからな。キャラの立った知り合いの写真使っちまえばデザインコストが浮くってわけ。知り合いの写真って許可は取ったのか？肖像権の問題とかあるとは思うが、さすが、やっぱり気になりますよね、弁護士として。あ？あ？なもん取ってねえよ。金要求されるだろ？いや、払わなあかんって。おいおい。どんな連中が登場するかは、まあやってのお楽しみだ。せっかくなんで全員倒してくれよ。おい、ちょっと面々を見せてよ。八神さんが知ってる面々で？驚く相手？あ、でもやるには、あー、そっかー、集めてこいと。いや、田代くん、もう一回分ぐらいちょうだいや。3枚。てか客足が多いなとか言ってたけど全然おらんで。客が多い気がするって八神さんはどこで感じたんや。あー、でもコロニャンはいいなー、好きやで。うち写真撮ろう。八神さん満面の笑み怖いねんなー。一段階笑みの方がいい。てか八神さん今怪我してんねやな。アンピンリューマンに襲われた後の顔のまんまや。そっかー、じゃあまあプレイパスを見つけて再チャレンジですね。じゃあついでやからドローンの紹介も受けておくか。まあ内容によっちゃもうダイジェストにしちゃおうかな。いや、どうなるか分からへんけどな。いやー、ドローンレース、前作のは難しくてちょっとだけトラウマにもなってるんですが、お、始まりましたね。八神さんはカムロ町のレース全制覇してるからもう名前通ってるんじゃん。なんだ、すごい人だかりだな。イベントでもやってるのか。いやいや、八神さんはもうピンとこないとダメでしょ。偉人町ドローンレース開幕。ふーん、なるほど。ここ見ての通りサッカー場だと思うんですけどね。あの竜が如くセブンでもそうやったし、もちろんそこを借りてやってんのや。そこから入れるかな。入れる。さあ、盛り上がってはいるようですけれど。こんにちは。カムロ町では全て制覇したちょっとしたレジェンドのはずなんですが、私のことわかります？ちょっといいですか？ん？この人だかりは何ですか？いや、八神さん、さすがにわかるでしょう。
ドローンレースだよ。最近横浜にできたってんで、みんな興味津々で見に来てるんだ。へえ、ドローンレースか。面白そうだな。あんたドローンは持ってるのか？あ、はい、もちろん。男のたしなみとして持ってます。ええ、一応カムロ町でドローンレースに参加して優勝して、全部優勝してフリーパスもらったことあります。だったらあんたのフライトも見せてくれよ。もう腕は完全に鈍ってるよ。ちょうどこの後レースがあるんだ。あのつよつよマシンでもないしな、多分。横浜のコースはいいってレーサーの間でも評判がいいんだ。なるほど、それならそうと決まれば、ほらすぐそこに受付があるから、まあ一回やってみろってことですね。八神さん、カムロ町でカスタムしまくったあのつよつよパーツたちどうしたん？事務所に置いてきた？ちょっと待って、今カスタムは前ちょっと側だけ、あの DLC のつよつよ、あー違う、間違えました。そう、この側だけスカイスパイダーっていう、これ多分 DLC のやつだと思うんですけど、もうコスト条件が300、耐久力300っていうつよつよの側にはしてるんですが、中身のパーツはもうデフォルトのまんまですね。初期状態きっと。そう、パーツも持ってなくて、強いパーツ、カムロ町に置いてきちゃった？そっか。まあ、これで行くしかないな。まあ、飛ばしてみるか。お客様はドローンレースに参加した経験はございますか？ああ、まあまあ、テスト飛行はいいです。もう、一発、本番、行きます。承知しました。それでは、いかがいたしましょう。まあ、グランプリに参加。ここでいいんですかね。え、グランプリも長くなりそうやな。ちょっとダイジェストでいきますね。あー、最後の、あ、1位？ 3 位ぐらいやと思った。1位で通過できた？よっしゃ、最後の5戦目負けたかと思ったのに。よし、やった。てかまた早すぎゴロおるんか。これ前作のカムロ町にもいたやつやぞ。あー、でもまあまあ優勝できた。あー、でもやっぱり長かったので、よっしゃ、カットしてるとは思いますが、これ最後のレース、これ変わってないねんな。最後の舞台、高校でしたよ。たまに理事長がコース脇に立ってんの見えんの面白かった。いやー、兄ちゃんなかなか良かったよ。優勝しちゃいましたよ。やっぱりドローンレースはいいね。ところで兄ちゃん、カスタマイズは知っているかい？知ってますよ。横にあるラボでドローンを改造できるんだ。素材を渡すとパーツにしてくれるんだよ。それをドローンに組み込むともっと速くなるってわけ。コースに合わせたカスタマイズがドローンレースの肝さ。なんかあなたはよく語りますね。早すぎ五郎か？いや違うな。もうすでに優勝して引退したレーサーかな。へえ。カスタマイズか、試してみます。ところで、あ、そうそうそう、参加しないんですか？もう引退された方ですかね。ところでお兄さん、ドローンレースに詳しいみたいですが、参加はしないんですか？へっへっへ、それが操作が難しくってよ。あ、ミルセン買ったけどダメで売っ払っちまったんだ。だけどレースを見るのが好きでさ、こうやって上手い人の走りを眺めてんだ。なるほど。なるほど、そういうことでしたか。あんたの走りを見てたらなんかスカッとしたよ。ありがとな。あ、いやいやいや、そう言ってもらえると嬉しいです。こちらこそありがとうございます。はー、やっぱドローンレース全レース優勝がフリーパスかな。いや、でもな、前作ではそれも条件の一つでしかなかったからな。これ全部優勝したら景品なんとかですとか教えてくれたりしひんの？しなさそう。ちょっとフリーパスに関してだけは調べちゃってもいいかもしれへんけど、もうちょっと我慢するか。あー、まあドローンパーツは相変わらず、お金と加えて素材がいると。お、カッパよ。
これカッパの写真撮らんでいいの？なんかちょっとうろうろしててんやけどさ、どこで今日の動画締めようかなって。またカッパ探しすんのかな。カッパの桜太郎伝説、桜？あれ、古くからの言い伝えとして桜川沿いのきゅうり畑を荒らしていたカッパを捕らえた農民たちが怒りのあまり頭の皿を割って川に流した。反省したカッパが差し出した水を畑に撒くときゅうりが生い茂っていったという。以来この地域ではカッパを祀るようになった。カッパ探しありそう。前もここにありましたっけ。でもなんか水は出してなかったはずやからな。今回は噴水型、いやたまたまかな、ここだけ噴水型で。まあカッパもありそうと感じながら、今回はここまでにしようと思います。あ、ここいいやん、ここを背景に終わろう。よし、じゃあ今回はここまでにしようかな。結局2時間撮っちゃった。まあがっつりカット部分が多いんでだいぶ短くなってるとは思いますけれど、まあ次回もちょっとこの高校のね人体模型だけはやろうかな。まあでも次回のパート12か12のうちにつくも市のところに変えるのもやろうとは思っています。ちょっとこれも気になりますけどね。はい、まあちょっと今回はがっつりサイドしかやってないけど、お付き合いいただきましてありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、また。